さあ僕は今どこに向かっているでしょうか。おっさんが回ってるということで、おっさんがおっさんを食べに行くというコーナーです。ここのねハンバーグね、前食べてねすっごい美味しかったんで、もう一回食べたいと思います。ハンバーグのいい香りがする室内にお皿だけ、もうお腹空いてたまらねえよ。スープと前菜が来たよ。もうこんなのねすぐなくなっちゃう。もう一瞬だ。あーハンバーグまだかな、ハンバーグが食べたいな、まだかなまだかなまだかなと思ってたら来ました、こちら 500g のハンバーグ。もうめちゃね前回美味しかったんで、今回ねビッグジョー最大サイズの 500g を注文しちゃいました。いやいやこの肉厚見てくださいよ、すごいなこれ。もう感動です。もちろんご飯も大盛りにいたしました。さあ食べましょう今から。なんかねこのね割るのがねドキドキしますね。なんでだろう、ドキドキします。一体どうなってんの。わーおー、なんだこれは。真ん中がやっぱりレアなんですね、このハンバーグね。あのねビッグジョーさんはレアなハンバーグが売りなんです。決してね焼けてないわけじゃないんです。このねレアな部分がですね、ほんまね牛肉のあのひき肉なんてミンチにせずになんかひき肉っていう表現の方が合ってんのかな。なんしかね結構ね粗挽きなんですよ。これがね肉のね肉肉しさが出てねすごい美味しいんですよ。まあ、ステーキのねなんかあのミディアムレアの中をハンバーグの中に入れたみたいな、そんな感じでねすっごい美味しいです。周りはねだいぶ焼いてるんでカリッといくんですよね。カリッと、うんカリッとですね。で中はね柔らかジューシー、しかも肉の旨味たっぷりなんですね。このハンバーグね一度食べたらねなかなかね普通のハンバーグにね戻れない、戻れない。本当にもうハンバーグ食べたいなと思ったらねここに来てしまう。もうどんどん減ってもう半分になっちゃった。ようやくねここからね普段の1人前なんですけども、それもねもうどん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 美味しいから食べちゃう。そしてこれ見て、このポテト、これねもう肉の旨味がすーんうまーうまいうまいです。これはたまらないです。ここのポテトね真ん中にねバターが乗ってて、それがいい感じに溶けてね肉の旨味と合体してめちゃうまです。いやーそうこうしてるうちにねもうねなくなっちゃった。これ最後どうしようかなと思ったら、ご飯をねこう滑らしてね肉汁をねつけて食うとうまいのなんのって、もうたまりませんこれは。いやー今日はね最高のね贅沢ですね。もうペロッとね 500g 食べちゃいました。そして芝のお腹はこんなことになってる。ここから見てもわかるでしょ、このお腹が破裂しそうになっております。ごちそうさまでした。むっちゃ食べた。 500g のハンバーグの破壊力は半端ないです、はい、で大盛りご飯にしたんで、ね、もうねほんま胃袋がハンバーグみたいになってると思う。あーもうダメだ、ほんともうダメだ、あーほんともうダメ。このね魔のトライアングルの食事に一旦ね片足踏み込むと抜けれなくなっちゃうよ、本当にどん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 体重増えちゃうよ、本当どうしようかな。